遊びじゃないだと、一体どういうことだ。はい、どうも、ハピネスサークのハピネスです。ウォーフレーム実況プレイやっていきたいと思います。ですね、今回あれですよ、ボイドボイドに行きます。こんなもう高速移動でボイドに帰れば私って言いながら、ちょっとボイドに挑戦したいんですけれども、その前に挑戦するものがあるんだわ。ですね、マサリーランクもう11、あれあれ、あ、うん、マサリーランクアップ、ちょっとゲージがちょっとおかしいけど、マサリーランクアップができるようになりましたので、これ挑戦しましょう。でですね、今ちょっとゼファーとフロストがですね、このモッドを適用するときに、あのフォーマを使うとですね、このフォーマ最大ランクにしてフォーマ曲線を付与すると、新しいまたランクが1に戻って、そうフォーマを使うとランクが0になって、また新しくね、そのウォーフレームのレベル上げが始められて、ここにね1とかってなんか勲章みたいなマークがつくみたいですね。本当にこれをね知らずにやって、あ、え、フォーマ使って曲線付与できるの、やったーとか言ってノリでポンって押したら、フロスト、あの疫病の星で筆頭で、こいつがいなきゃ疫病の星で俺クリアできないのに、できないっていうかできないのに、こいつが急にランク0になるっていう、マジって思いながら、疫病の星で感染触媒を4個ぶち込みながらやったら一気に22レベル、0からね、ランク0から一気にランク22まで上がって、また元通りみたいな今現在に至るみたいな。でちょこちょこやってて27レベルなんですけど、なんかね、そういうことができるようになりましたね。できれば初見で収録したかったんですけど、もうやっちゃったのでね、ああそうなんだと思って、まあやったもんはしょうがないと思って、まあ最初、あの子さんのね、俺のウォーフレームの中では子さんのゼファーくんがね、あの最初にいただいてる、初めてウォーフレームを立ち上げた時にいただいてるプラチナの中からゼファーちゃんを買ってるわけですけれども、知らずにね、どういうシステムかも分かってない時ですよ、ウォーフレームの。それで買ってるんですけど、そのゼファーがまたランク1からやり直して、今11レベルですね。だから、おい、それとちょっと使えない環境なんですけれども、まあでもね、モッドで強化して、かなり強くなってるので、まあ通用するっちゃしますね。はい。そのわけで、その報告をちょっとしようと思って、今回ね、またマスタリーランク、来ましたね。ちょっとやっていきましょう。ちょいちょい最大ランクのね、ものも増えてきて、まあここはいつもの通り、マスタリーランクアップに挑むための装備でいきましょう。そうま、これがあれば問題はナッフィン。うん。これで行ってみましょう。よし。よし、行くぞ。マスタリーランク11。試験に受からねばならぬって言いながら。オッケー。さあ、今回はどんなのなんだろうね。マスタリーランク11試験を受けられます。この試験は1日に1度。それはいつもそうだね。シルバースイカー。ハムハムスイスイカーだね。ハムハムするぜって言いながら挑戦していきましょう。うわー、めっちゃ心がハムハムしてる。なんか俺の心をこうやってハムハムしてるわ。やばーい。やばいね。ん？どういうの？何？また狙撃？この試験では、危機的状況であなたの行動力。制限時間内にゴール地点を目指してください。あ、なるほどね。あー、なるほど。ちょっと待って。13秒？10秒とかしかないの？やばくない？これ。うわ、ちょっと待って。ちょっと待ってー。はーい。着いた？そこゴール？あ、ミッション失敗？何？どこがゴールだったの？もう終わり？もう終わりなの？はぁー！初めて試験に落ちた。初めて試験に落ちたわ。ちょっとあれだね。リレーに行って、ね、練習しなきゃいけないやつですね。ぶっつけ本番で受かるほどは、たやすくねえんだって、ロータスに怒られた感じですね。危機的状況においてっつって。危機でもなんでもねえよ。ただ時間がねえだけだろって感じだったね。まあ、しょうがないね。こういう時もあるっていうことで、私の装備は何の関係？私の装備は何も関係がなかった。せっかく相馬とエザーソード。そして、レクスを持ってきたのに、何の意味もなかった。ほら、やさぐれたじゃん。これでやさぐれですよ。よし、じゃあ、
またハイブリッドプライムに、ハイドロイドプライムに行きましょうか。今回も、今回ボイドに行きますよ。ボイドに行って、ボイドのね、そのなんだっけ、何ルートからの、フォボスルートからのボイドじゃねえや、エウロパルートからのね、ボイドを終わらせたいと思います。いやー、武器のレベル上げをしつつ行きましょうか。ちょっと大丈夫かな、通用するかな。ちょっと通用しなかった時のことを考えようか。まあ、いっか、やばいかな。いつもそういう感じなんだよね。実況でなんかレベル上げ一緒にやってるとやばい状況になるみたいな。ここはあえて普段使わないような武器で行ってみようか。実況であんまり使ってないようなこういう斧とかさ、全然使ってないもんね、これ。プライベートでどんどんレベル上げちゃったもんだから、よし、これで行こう。よーし、よーし。あー、そうだな、忘れないようにしとかないと。すいませんね、これですよ、これ、これですよ。アークウィングランチャーモジュール、あのね、習得しないままに時間が経ちすぎた。もうとっくの通りにできてたんだけど、ようやくゲットします。やったぜー、これやったー、ランチャーモジュール。で、あとはアークウィングをね、作ればエイドロンの草原で空が飛べるってやつなんですよ。ただ俺イラジテをね、使いまくったからね、多分足りないんだな。ほら、うん、あの2つがあれば大丈夫。アークウィングランチャーモジュール、これどうすんの。モジュールをインストールする。おっ、おー、インストールした。何の気なしでテロップでインストールしたわ。やった、これでできるぜ。次回の動画で使えるかもしれない。やったね、ようやくですよ、ようやくエイドロンの草原飛べるようになった。いやー、エイドロン経てからどんだけ動画経ってんだって感じですね。 OK、 よし、今回時間がまだあるか。一気に終わらせていくぜ。ここ妨害、なんか森の中だけどね、どういうことなんだろうね。とりあえずここを終わらせる。このボイドが終わったら次リンボセオリムね。もうリンボのパーツできてますから、話を聞くだけだと思うんですけれど、リンボゲットしますよ、ウォーフレーム。あとノバのパーツも手に入れた。あの、あいつエウロパのボス、あいつをね倒しまくってイライラしながら、オンラインでやらずに一人でやったんですけど、ソロでガラの象徴武器とデクスを使ってホームってやりましたよ。それでまあなんとかパーツ出してくれて、ノバも今制作中なのですぐできると思いますね。おいしゃー、おい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 、森関係ないねこれ。あ、森辞典ですね、森辞典、森辞典井上竹の子ビンビンって感じですね。 OK、 オロキンタワー、初めてじゃない、初めてじゃないか、妨害は。 OKOK、 まああわよくばアルゴンクリスタル、あわよくばのアルゴンクリスタルをゲットしながら行こう。わかりました、正確な位置はわかりません。ああそうか、敵の、おビビッと、敵の貯蔵庫があるんだよね。やばい、この武器弱い。ねえ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 、ハイドロイドプライムの剣でくればよかった。あのさ、最大ランクになってもさ、武器ってさ、本当にさ、モッドのさ強化によって攻撃力が依存するからさ、あの本当にちゃんとさ極性付与したりとか、カタリストなのかな、オロキンカタリストみたいな、ああいうのでモッド容量増やしていかないと使い物にならない武器が多すぎませんって思うんだけど、もうそればかりはしょうがないよね。でもね、やばいやばい、間違えたから。本当にまあ妨害ミッションボス系じゃないからね、白鵬ミッションだったら絶望的な環境下だったけど、まああれなのでとりあえず行ってみましょう。おい、こんなどこに隠して、こんなところに隠しても私には見え見えなのだよ、ハイドロイド。よし、オッケー、行くぜ。ハイドロイドももうレベル29ですからね、だいぶもう最大ランク間違わー、ウィーこれ開かないやつじゃない、エレベーターが。おー、開いた開いた開いた、よし、すげえ、上に来てなかったんだエレベーター。失礼します、ステルスキルしてよ、隠れろ、俺は隠れ身のだ。すごい範囲が広いのこの水。オッケー、くれーくれー、オッケーオッケーオッケー、やめろ、よし。あ、こいつらは効くね、ヘビーガンナーとかが強いってだけで。ボイドポータルにたどり着く。なんだボイドポータルって、すぐそこだね。ボイドポータル見たことあるかな俺。うわー、あー、これじゃないかでも感動したよね今一応ね。隠れます、隠れみよ、そしてお前にハイドルポンプ、カメックスと呼んでくれ、カメックスと呼んでくれ俺を。ありがとうありがとう、今日もありがとう。ハイドロイドのね、アビリティは出が早いからね、攻撃に差し込みやすいね、すごくやりやすい。すげえ、シールドが900、1000いってる。うわあ、うわあ、おっちょ、危ねえ。
おっちょっちょ、そうはさせん。よし、オッケー。どっから出てんだこれ。あれだ、そうはさせん、そうはさせん。うわ、まったくうぜえ野郎だあいつ。きかんきかんきかん、ちょっときかん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 、シュンシュンシュン。器用だなあのヘビガンナー。まったくもって落ちてったか。うわー、何やってんの俺。ビビったーマジで。ハムハムスイスイカーだよ。やばいやばいやばい。ふっ、よーし、オッケー。奥から出てんのか、これで大丈夫。よし、行くぞ。あぶねー、ビビった。これめっちゃかっけーな。これどっかで見たことある気がするけど。やめろ、めっちゃ強えな敵。よし、オッケー。さあもうそろそろ着くね。お、あったあった、ここか、これか。これはなんか見たことあるね、やったことあるね。イベントでやりましたよね、火星のイベントとかでやったやつだね。ゴンドン天皇、死ぬ、俺死ぬ。やめてくれ。よいしょ、よし、ポータルパワー上がってるぜ。さあ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 、これをガードしようっていう話か。2つあるからきついな。お、グリニアがいるわ普通の。そうか、あーなるほどね、あの火星でやったイベントのような状況なんだ。このボイドの妨害っていうのは、ボイドの妨害は、ボイドの妨害は、うぃテンション上げて、うぃ。ごめんね、俺隠れるつもりはなかったんだけど、シャイだから。わしシャイだから。バカしか撃ってんじゃねえよ、初期の餌食なんてか。オッケー、いいね。うんうん、よし、来た、ジェネレーター起動した。よし、行くぞ。うわー、うわー、吹っ飛ぶ。うおー、追い返されてる。どこに行きゃいいんだ俺。もうクリア、ジェネレーターを起動させんのか。よし、オッケー、任しとけ。簡単だ、こんなの簡単だ。オッケー、来た、動いた。よし、来たぞ、ジェネレーターを起動したよ俺今。またやんのしたよね。あ、オッケーオッケーオッケー、今やってますね。なるほど、第2段階ってやつですね。あんま攻撃すんなよ。まあ、敵の波状攻撃そんな多くないからいいね。っていうか急にね、敵がグリニアになったからレベルが低い。よいしょ、くれ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 。よし、オッケーオッケーオッケー。さあ、だんだん上がってくれ。これゲージ上がるのめっちゃ早い。ありがてえなおい、足が見えてるぜ、足が。あー気持ちいいでしょ。オッケー、よし、いいね。さあ起動した、いいぞ。ポータルに入る、どこ行くんだ俺。うわー、おお来た、ボイドキーを見つける。あ、まさにあのイベントそのまんまなんだ。これはトーションビーム装置、もうキーもありません。あー、なるほど、それを探してくださいって。だから森の中だったんだ。すげえなー、鳥肌立つよねほんとこの環境。おお、なんだお前、ボイド野郎がなんかこっち側の世界にいるぞ。ほんと鳥肌が立つわ。もうね、これをね、体験するだけでもね、ウォーフレームをやる価値はすごいあるよ。ね、ここはさ、森なのかな、ジャングルなの、地球なのかな、それとも地球に見える別、何、なんだ、誰だ、誰かいるぞ、ボスか、あいつ。大きな間違いって、スプラック、なんだこいつ、めっちゃ強い。エイドロンの草原にいるようなやつだな。こいつはめっちゃ強いやつか。あ、なんか背中が弱点っぽいぞこいつ。あ、光ってんなめっちゃ。わあ、危ない危ない危ない、いてててててて、俺のアビリティ受けてみろ。2人いるのか、こいつら倒してみたいね。倒していこう、まさかの中ボス戦。こいつ倒せそうだぞ、ディリがやるぞこいつを。あとちょっとだ、あの、おお、食らった食らった、あの背中が弱点なんだな多分。うん、ガシュガシュ言ってるもん。ただね、めっちゃ硬い。でもグリニア、なんなんだあの攻撃、アビリティ並みの速さだな、こいつにとってのアビリティみたいな。うわ、余計なのが来たな後ろから。ガツガツ押していくぜ、やばいやばいやばい。うわ、エネルギーが持ってかれる。全部潰しちゃえ、潰して潰して潰すんだ。何こいつ、何、ブラック落ち着きなさい、冷静であることを忘れるな。違うんだこいつら、姉妹みたいな感じ。まさかのボイド中ボス戦。なるほどね、ボスではなくこういうやつらがいるのか。ブラックをやるとあいつ切れるとか、
やばいね、三国無双でいうところの呂布みたいな。俺は今朝鮮をぶった切ってるみたいな。うわあ、死ぬ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 。あいつハンマーめっちゃ強い、飛んでくるからな。あいつやばいやばいやばい、ちょっと気をつけよう。エネルギーの回復ができないからな。いや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 、邪魔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 、やばいやばい、殴られるのはやばい、やばいやばい。光る虫キャラを潰すの、今すぐに。スプラック、一瞬だけ待って、そしてとどの一撃をくれてやりなさい。すげえ掛け合いがめっちゃかっこいい。くそ、グリニア邪魔だな。ちょこちょこ来やがるこいつら。ちょっと一旦体勢を立て直しながらやろう。ビビったスプラックかと思った。スプラックとはあれかな、あいつらは戦い方が違うのかな。姉さんの方がいないからまだいいね。姉さんはどこ行ったの。姉さんはいるの。姉さんと一緒に戦おうよ。ちょっとスプラックちゃん2対1やろうよ。来た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 、これがいいよ。やっぱりこれがいいよ、2人同時がいいよ。そっぽいよぽいよ、シチュエーションっぽいよ。俺はスプラックを狙うけどさ、やばいめっちゃ強いぞこいつら、やばいめっちゃ楽しい。うわー、くそ、エネルギー持ってかれてる。エクシマスに潰せ潰せ潰せ。落ち着きなさいスプラック、殺すには我慢が必要よ。やばいめっちゃかっこいい、ちょ強いんだけど、うわー殴られる。でもあとスプラック少し、こいつを潰せば大丈夫。姉さんの方はひたすら待ってるんだね、ひたすら待って距離を置くみたいな、そんな感じなんだね。飛んでくるかな、うっつって、あいつ笑うんだよな戦闘中に。あー、どこ行ったの、ビビったあいつ。いてててて、地面食い込んだのかと思ったよ。こいつ食い込みそうだな、そのうちどっかに。やばいな、連続攻撃で食い込むのはやばい、食い込むんじゃねえ、殴られんのはやばい、連続に食い込むのはやばいみたいな。うわうわうわ、やっぱ背中しかダメージ受けてないなあいつ、あぶねえ。この時弱点なんだね、あのダッシュ攻撃をやった時。よし倒した、よしは、おおやった、スプラックを倒した。剣の気をつけないと、私の妹が背骨を折るわよ。姉さん死んじゃったんだあいつ。妹に一体何をした。まだ冷静なんだね。それでもすいませんね、すいませんね、妹さんもういなくなっちゃいました。ちくしょう、グリニアがめっちゃ強い。なんなんだあいつ、グリニア軍なんだね。でもグリニアの眷属なんだね、やっぱね、一族なんだね。ちっしょー、めっちゃ強いんだこいつらが。エネルギーをめっちゃ取っていくんだよね。早くしよ取り乱すっていう。ちょっとちょっと、姉さんいる場所がね問題なんですよ。妹と同じとこで戦ってくれればいいんだけど。ここがお気に入りですか。いやいやいや待って、チッ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 。一人ずつそうやってお前たちは死んでいく。いいね、かっこいいな、めっちゃ中二病じゃないですか。あ、あいつはスナイパーライフルなのか、ハンマーではないんだ。だからちょっと戦い方が違うんだね。なるほどね、分かった分かった、理解した。くらえ、これでも食らっとけ。よしいいぞ、連続攻撃してこないから。うわでも炎の攻撃してきた。連続攻撃をしてこないからまだいいかも。やばいやばい、なんか変な音がした。飛んでるぞあいつ、ミサイルでもやってくるつもりか。隠れても無駄よみたいなね。いいね、弓が貫通してたまに当たってくれる。これは500とか効いてるもんね、クリティカルヒットで。いいな、これの取り巻きはかっこいいな、グリニア。やっぱシチュエーション大事だね、本当に楽しいわこれ。よしよし、いいぞいいぞ、クリティカルヒットしまくってる。そのまま死んでくれ。よし倒した、やった、よーし2人とも倒したぞ。早くキーを拾ってください。ひどくね、ローダス分かってんだけどさ。よし OK、 ボイドキーやばいんだっけこれ。ポータルへ戻ってください。なんかやばいキー、そんなことないか。お、なんかピカピカ光ってる俺が。よし行くぞ、ちょっとどいてくれ、邪魔なんだ。おー、思わず不意打ちのボスたち。うお、戦ってる、めっちゃかっけー。ちょっと早く行こう。これ妨害ミッション面白いね。よし、ポータルから逃げろ。オッケー、
アバヨ、俺のハイドロポンプ受けてみな。よし、オッケー。ふっ、帰ってきた。おお、やったぜ。向こうの世界はこれで潰れると。あー、しまって、死ぬわけにはいかないんだ。俺は隠れさせていただきます。どこ行ったあいつ。地面の底です。地球のグリニアもこっち側来てるけど、あいつらこそ帰れなくなっちゃったよね。さあ、あとは帰るだけだぞ。今回時間がいい時間来てるからね、サクサク帰りましょう。おお、トーションビームはもう作動しない。やったね。いや、いいね、楽しいね。テンノよ、この区域に見つかっていない貯蔵庫があります。脱出前に探索することを許します。ありがとう。よーし、じゃあ探索はしない、帰る。たまたま見つけられたらあれするけど、広すぎるよエリアが。ちょっとボイドに関しては今回はね、まあプライベート実況だったら探してたかもしれないけど、俺はリスナーのね、ストレスフリー優先にしますので、あと収録時間ね優先しますので。言い過ぎだお前ら、やめてくれよ、死んでくれよ。オッケー、気持ちいいね。よし、アイテムは回収。オッケーオッケー、よいしょ。こいつらギリ倒せる。ていうかこの武器、おお、なんか戦ってる。じゃあよろしく やっててもらいましょう彼らには。ウィー、フェライトは取ったか。よし、オッケー。この階段の裏は調べていこう。あっ、危ねえ。アルゴンクリスタルあること大だからね。可能性大だから、可能性大。オッケー、バイバイボイドたち。よし、オッケー、終わった。ウィー、めっちゃ撃たれてる。あー、なんとか終わったね。もうすぐ最大レベルだな。よしよしよし、いやめっちゃ楽しかった。まさか中ボスがいるとはね、全然予想もしなかったから。不意打ちのなんかこうね、テンションの上がりようでしたね。サプライズってやつ。はい、というわけでこちら次回何をやるのか見ていきましょうか。耐久ミッションだって、オロキンの。へえ、じゃあいっぱい素材を手に入れられるようにちょっと次回は強い武器でいきましょうかね。はい、ではそんなわけでお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。またねみんな、シャルクイール。